皆さんこんにちは長です。今日の仮想通貨マーケットはこのヒートマップを見ているとちょっと反発をしているようには見えるんですけれども、週末にかけてですね非常に大きなまあ下落が続いているというような状況になっています。で、まあいろいろですねトレーダーの方の意見だったり、まああとは長期で見ているよりまああの長期投資家というかまあいろんな方々がいらっしゃいますけれども、そういった方々からするとまあ短期で予想が違ったり、長期でまた大きく違ったりとかっていうふうな状況が引き続き続いているわけなんです。が、また短期にですねさらに 下落をです、ね、していくんじゃないかというような材料というか意見がです、ね、引き続き出てきています。で今日はそういったなぜ短期的に下落するというふうに思われているのかというところを、まあ、少しです、ね、中心に皆さんにお話をしていきたいかなと思っています。まあ、あとはです、ね、今後もさらに大きな上昇をです、ね、ブルーマーケットにかけて期待をしている人もいるとは思うんですが、まあ、そういった予想がです、ね、さらに大きく上昇をさらに織り込むような形で変化しているような、まあ、今、人たちもいるので。 今日はですねそういったところについても最後の方で皆さんにご紹介をしたいかなと思っています。まあ、あとはですね今仮想通貨の取引所を使っている中で入金がですねちょっと難しかったりする人も、まあ、一定程度いる可能性もあるんですが今、ですねバイビットの方で、えー、ApplePay をです、ね、使いまして入金ができるというような、まあ、今回、ですね機能が新しく出てきました一応これ画面の方からですね一番上にアプリの方で入金というボタンがあると思うんですが、まあ、それをクリックしていただくとですねこんな感じの 購入ページに行くと思うんですけれども、ここで支払いの方を JPY にしていただいて、この受け取りをですね、USDT とかビットコインとかっていうふうに選ぶことができて、それでですね、ApplePay で払えるということで、まあ、よりです、ね、簡単に仮想通貨の購入をできるようになっています。今です、ね、期間限定で7月1日まで手数料無料というキャンペーンもやっていますので、まあ、ぜひですね、これ、概要欄の方にリンク貼っておきますので、まあ、こういったところも使っていただけるといいのかなと思います。 はい、でまずですね今のオーダー状況をちょっと見ていきたいんですがオーダー状況ですねこんな感じになっていますとでちょっとですね動きとしてレンジがですねこの週末は続いているわけなんですけれども上値が6万7千ドルを中心にストップたくさん置いてある状況そして6万5500ドル近辺に今ですねストップがたくさんあって、まあ、そこの下には6万5000でまたストップがたくさんあるということなのでやっぱりダウンサイドはですねこういったオーダー状況を見ると 結構1回ストップつけてしまうと、どんどんと2段階ぐらい下がっていってしまうような可能性もあるので、ダウンサイドの警戒というところは引き続き強いのかなと思いますね。まあと、今の状況の中ですごく重要視されているのがマクロの環境ですよね。で、このマクロの環境を見ていく中で大きくですね。ゲームチェンジャーになるような指標発表っていうのはですねなかなか出てこない。もしくはま1回ぐらい。指標がまポジティブに出てきたとしても大きくマーケットが。 好転していくような状況にはならないんじゃないかなと思いますのでまあ、ちょっとやっぱりしばらくの間はまあ、ダウンサイドをケアしながらのレンジ相場というのがしばらく続いていくんじゃないかなと思いますなのでこの数ヶ月間はですねこういったレンジ相場が続くと思いますのでどういうふうにスタン運用していくのかですねまあ、ちょっと前にこんな感じで僕は今 Defi 使ってますよっていうのをご紹介しましたがまあ、何かしら皆さんもこのレンジ相場をどうやって生き抜くかっていうところを考えていく必要があるのかなというふうに思っています はい、でここから皆さんと一緒にニュース見ていきたいと思うんですがビットコインがです、ね、今6万5000ドル近辺まで落ちてきていてあるところに関しては、まあ、例えばソロナとかです、ね、10%ほかに関しては20%落ちているものもあるんですけれども、まあ、今です、ね、非常に下落が連日続いてきていて、まあ、特に材料は正直ないんじゃないかなというふうに思うようなタイミングもあると思うんですが、まあ、やはり需、ね、給の関係からも非常に売りがかさんでいるということらしいです。 で今で今すね唯一パフォーマンスがいいっていうのは、まあ、あのテレグラムのトンですよね、まあ、そこが非常に、えー、オールタイムハイを更新するなどして、まあ、好調ではあるんですけれども、まあ、やっぱり今ネットワークとしてアクティビティどこが非常に活発なのかというのを見てみるとソロナももちろんミームトークンで非常に活発ではあるんですけれども、まあ、やっぱりこれまでトンに別途していた人たちというのが、まあ、そんなに大きくいないのでここへの需給と、まあ、あとはどん,どん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 ゲームが 今、ローンチ、この誕上でされているということもあって追加的にそこに対してもうお金を使っていくという人たちが、まあ、今、非常に増えているというのが今現状としてあるんじゃないかなと思いますと。で、このような状況の中でやっぱり今、気にされているのが、まあ、継続的な売りがです、ね、今、いろんなところで見られていて仮想通貨全体でこの数日間で,です、ね、180ミリオンのリクイデーション、まあ、強制ロスカットが行われていましたと。でそこののの、ね、下落の一つの要因として 特に注目を集めているのが今ですねビットコインのマイナーの人たちの売りというふうに言われていますまあほ今いろんなところで記事が書かれているんですが、まあ、次のもですねちょっと見ていただきたいんですけれどもビットコイントレーダーズ C シ,ショートタームベアリッシュターゲットアット6万ドルということで6万ドルをですね今見据えて、まあ、ちょっとですね短期的には下落していくんじゃないかそしてその理由としてはマイナーの人たちが今ですねどん,どんどんどん自分たち持っているビットコインを売却をしているというようなことが 動ききととしててて実際に出いてているということですねでこれについては、まあ、半減期がですねやはり起こってからマイナーの人たちの収益というものは当然のことながら、まあ、半減してますよね。まあそんな状況の中で、まあ、やはりですね一部のマイナーの人たちについては経営が厳しくなっているということもあるので手元のビットコインを売却をして自分たちのまあいろんなオペレーションのコストだったりとかもろもろ払うためにまあ必要な分をですね売却をしてキャッシュを作っているということをしているということなんですけれども。 このトレンドがです、ね、まだ続くんじゃないかというふうにも言われているのとあとはです、ね、一部の人からはジェネラルプロフィットテイキングって書いてますが、まあ、一般的にちょっと上値が重そうそして今、マクロ状況に関してはポジティブになかなかな,かなりそうではないということもあってちょっとこの夏の間相場から離れようかなという人もです、ねまあ、一定程度いるんじゃないかなと思います。なやっぱりマクロの要因が 大きく改善する予兆がです、ね、今ないとということもあって余計にマイナーの人たちの売りというところもかさんでいるのかなというところに加えて、まあ、今、やっぱりビットコインを短期的にも取引している人たちからするとやっぱり今、マクロ環境が改善していく環境にまだまだないプラス今後、数ヶ月間は少し,ず少しでも少なくともかかるということでまっ、あ、たちょっとです、ね、マーケットへの,そのセンチメントが悪化しているというところがです、ね、これらからも分かるんじゃないかなと思っています。 はいまあ、あとはもろもろいろんな指標が出ているんですけれども、まあ、こちらにもありますとおりビットコインのハッシュレートが18か月間です、ね、ずっと上がっていたんですが、まあ、それが一旦ちょっとストップというか下落に転じているということもあって、まあ、ちょっとです、ね、マイナーに関しては今です、ね、自分たちの,そのマイニング活動のです、ねまあ、ちょっとその停止ではないんですけれどもちょっとそこに対して力を注ぐというのが、まあ、今難しい状況に。 なってきてきいるととうことですよねあまりこのタイミングでビットコインの価格が上がっていかなければ、まあ、収益率が落ちているということでもあるので、まあ、今のタイミングでちょっとマイニングのアクティビティを少し落としているという人もいるということですね。でそれはつまり収益がどん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 厳しくなるということでもあるのでそれでやっぱりビットコイン追加的に売却をして手元のキャッシュをしっかりと持っておこうというのが、まあ、今のです、ね、状況なんじゃないかなと思っています。はい、で他ににもです、ね、皆さんにご紹介をしたいのが今ですね 仮想通貨、特にビットコインのオプションマーケットに関しては今です、ね、こちらにもありますとおりクワイエットサマーアヘッドフォークリプトマーケットというふうに書いていますがやはりこの数ヶ月間に関してはなかなか盛り上がらない仮想通貨のマーケットを今です、ね、予想してそれに向けて準備をしている人たちが非常に今増えてきているというような状況ですね。はいでまあ、これ具体的になぜこういうふうに思っているかなんですけれどもさっきも話をしたように やはりですね、マクロの環境が短期的に好転する可能性がかなり低いでしょうとで今、ですね、CPI に関しては順調に下がっているんですがやはり雇用が非常に強かったということもあってその雇用が例えば1回1ヶ月間の間、好転したといってもそれがですね、理由でじゃあ利下げを検討しましょうみたいな感じには当然のことながらならないんですよね。でやっぱり CPI が継続的に、 どん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 鈍化していくっていうのは、まあ、大前提として必要ではあるんですけれどもそれ以外の総合的にいろんな指標を見てパウル議長は利下げの決断をもしくは議論を進めていくということなので、まあ、そういったやはり他の指数に関しても改善傾向が単月だけではなくて継続的に見えていかなければいけないのでそう考えてみるとやっぱり次の 7月8月8ぐらいいいは様子見をまずしななけければいけないそして9月にやっと折り下げができるかどうかみたいな感じになってくると思うんですけれどもそうなってくると7月の次の月の例えば少なくともですね指標に関してはインパクトがあまりやっぱりない状況になるとでそこで大きく改善された数値が出てくるとすれば8月の数値がすごく重要になってきて89とこれがです、ね、しっかりと進むことによって 下げの本,当本格的な検討というのが、まあ、あるのかなと思っているんですが、まあ、今、可能性として高いのは、まあ、11月がです、ね、非常に強く織り込まれているので、まあ、初回の売り下げというのは11月が、まあ、今、マーケットの、まあ、本当にコンセンサスとして受け取られているのではないかなというのは思い,ます、はいまあ、いずれにせよ継続的にこの指標を見ていかなければいけませんけれども多くのやっぱりプロのトレーダーに関しては この七月八月まあ九月はちょっとわかりませんがまあそういったしばらく内では静かなマーケットが続くということでこの静かなマーケットにどういうふうにリスクを管理するかまあこれがもう今はですねかなりの焦点になってきているんじゃないかなと思いますまあそういったこともあってちょっとやっぱりさっき言ったん短期的なですねポジションのまああの外しみたいな下落がですね出てくる可能性もあるのでまあそこを皆さんも一緒にポジションを削減するのかもしくは そこで拾っていくのか、まあ人それぞれトレンドのト,トレーディングのスタイルは違うと思うんですけれども、どういうふうに考えていくのかっていうのは、えー、まあぜひですねコメント欄書いていただければと思います。で、僕はですね、もしそういった下落が続いていくようであれば、あのもっともっとですねこの積み増しの額っていうのも増やしていこうかなというふうには思っています。はい、まあ先日やっぱり見ていただいてもわかります通り、利下げのですね可能性がまあ見えてくれば、もしくは考えられてくれば、マ、まあ、ーケットが盛り上がってくるっていうような。 事実はありましたよねなので9月なのか11月なのかは分かりませんが、まあ、そこに向けて利下げはですねさらに期待をされていくことによってマーケットを回復してくると思うので、まあ、そこのですね反発というのを僕は狙っていきたいかなと思いますし、まあ、継続的に利下げができるような市場環境が来れば、まあ、やっぱりクリプトに関してはもう今がそこが本当に大きなトピックになっているので、まあ、しっかりと上昇ですね狙えるんじゃないかなというふには思っています。はい、他にはですね バーンスタインというですね,ですねクリプトのリサーチ、そしてブローカレッジ、まあ、いわゆる証券会社みたいなサービスを提供している会社が、今回、ですね2025年までにビットコインのターゲットの価格を15万ドルから20万ドルに引き上げたというような、今回、レポートをですね出していました。まあ、これ、なぜかということはです、ね、もちろん皆さんもご存あの知りたいと思うんですけれども、あの彼らはですね今後、ビットコインのですね、 需要というところに対してより予想をです、ね、強めたというのがまず一つありますとやはりそういった需要が高まることによってどん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 ビットコインの ETF のマーケットが巨大化していくということなんですがそこへの資金流入がさらに増えてくるということですよね。で実際にこのバーンスタインという会社に関しては、まあ、いろんな投資会社をです、ね、やっているということもあって、まあ、いろんなサービスがあるんですがやっぱり直接投資家として、ね、どんどんやっぱ話しているということもあって そこの印象がですね、すごく変わってきているというのが、まあ、彼らが実際に感じていることなんではないかなというふうには思います。はいまあ、あとはですね、継続的にこのビットコインの ETF を通じて保有するビットコインを保有する割合というか、まあ、マーケットの成長感というのが、まあ、あのどん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 ですね今後10年とかかな平均で17%の成長を遂げるということも予想しているので、まあ、やっぱりですね、そういった基幹投資家からのマーケットへの えまあ資金流入がですねかなり継続して得られるというのがまあ今回ですね大きな上昇を予測できる一つの大きなあの理由としてえ言われていますね。あとはですねまあちょっと面白いなと思ったのがここかな2029年そして2033年までにはえなんとビートコインの価格は50万ドルそしてワンミリオンに行くということが今え彼らの予想として 出てきてきですね、まあ、ちょっと先の予想っていうのは、まあ、あまり参考に今のところはならないかもしれませんが、まあ、彼らとしてはそれだけマーケットの需要が今すごく強くそしてどん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 このビットコインというアセットが重要になってくるということですよね。で僕もこれはあの価格がどうこうというのは別としても重要度が高くなったというのはもう間違いなくそうなんじゃないかなというふうに僕思っていますしやはりえあのブラックロックをはじめとした資産運用会社がですね ビットコインやクリプトに対して資産を入れるというだけではなくてそのブロックチェーンというテクノロジーを使ってプロダクトの開発をですねどんどんしていこうというふうにしています。でさらにそれに加えて大統領もですね今クリプトを本当に何か政策の一部として取り入れていかなければ票を取れないという状況になってきているので、まあ、やはりですねそういった大統領選を通じてクリプトというものの重要性そしてより多くの人に 認知される認識されるというような状況になっていくんじゃないかなと思いますあとはですねツイッターでもご紹介をしたんですけれどもトランプさんがですね今クリフトに関してはま非常に重要なものだって アメリカがですねこの領域でリーダーになっていかなければいけないというようなこともですね言っていましたでこういった発言を、まあ、いろんな州でですね今後していくと思いますでそうすることによって、まあ、やっぱりクリプトというものへの、まあ、ある意味その信頼というものもさらに高まっていくんじゃないかなと思いますし、まあ、アメリカではですね今後このクリプトに関連するような、まあ、いろんな議題が続々と出てくるでしょうし あとはですね世界中でこのビットコインや、まあ、いわゆるブロックチェーンのテクノロジーを使ったサービスのですね再度の構築というものが、まあ、今、進んでいくとも言われておりましてかなりでですすね再度加速をしているそうですでこれまで例えばスターバックスがポリゴンのですねネットワークを使って、まあ、いろんなポイントプログラム今やろうとしていたりしていましたが、まあ、ちょっと時期が早かったかなというのもあると思うんですけれども。 今月のです、ね、27日にバイデンさんとトランプさんがです、ね、ディベートをすると思うんですが、まあ、そういった本当にディベートの一つのトピックとしてもう取り上げられるぐらいになってきているこのブロックチェーンビットコインなのでこの1年2年で,です、ねまあ、驚くほどの波及をさらにしていく可能性もあるんじゃないかなと思いますし、まあ、興味を持った人たちが、まあ、やはりビットコインに ETF を通じて投資しようという人が、まあ、ブルーマーケットになればなるほど増える可能性が高くなると思いますので 大きなです、ね、上昇は再度、まだまだ期待をできるんじゃないかなというふうには思っています。はい、あとはマクロ関係のニュースですね、ちょっと見ていきたいんですが、昨日ですね、クリーブランド連銀ンン総裁が、インフレへのリスクはまだ上向きですと、まあ、つまり、まだインフレが加速する可能性がありますよということなんですけれども、ただし5月の CPI に関しては、非常に良好ですということを言っていて、単月のデータはありながらも、やはり非常に好印象を抱いていたと。ただしし今後利下げをしていく中で 数ヶ月間、ですねさらなる改善が継続的に出てくる必要があるというふうに言っていてじゃあ、実際にそうなれば本当に利下げが検討できる状況になると思いますので、まあ、この数ヶ月間、ですねある程度耐え、そして本当に CPI の改善が見られればこ、まあ、今年の後半にかけて、まあ、大きな上昇がですねタイミング的にはどこかで見られる可能性もあるんじゃないかなと思いますので、まあ、あ,のあまり大きな発,あの発言ではもしかしかたらないかもしれませんが やはり数ヶ月間連続でまあこういったケースが見られてくれば、やはり我々として期待通りの下落になる可能性もあるので、まあこういったやはりマーケットがうまくいかないタイミングでいかに変えるかというのが、まあ僕はですね、今後の大きな上昇を捉えていく上での勝負になってくるんじゃないかなと思います。まあ僕はちなみにまあ毎日毎日ビットコインとソラナですねを中心に買っているというような状況に今ありますので。 えまあしっかりとですね自分自身も言ってるだけではなくて買ってるというのが今現状としてはあります、はい、あとはですね為替のもうマーケットなんですけれどもえ夏やはりですねテーボラティティにえ今備えてそういったポジションを取っているということを言っていますとで一応ですね前,日前回の FOMC では一応年内の1回の利下げというものがえもうほぼ確率今 FOMC の参加者にはえされているということもあってもう利下げないんじゃないかっていうような 今ですね見方とというのはほぼほぼぼななくなったと思いますでそれによって不確実性は多少除去されたと言えますがまだどういったペースで今後利下げができるのかというのも見えてきていないので、まあ、引き続き、えーまあ、不透明性が高い状況ではあるのかなとは言われていますが、まあ、その9月までの間の1回1回の例えばその指標の発表の重要性みたいなものは特に7月はですね、えー あまりないんじゃないかなと思いますのでそういった意味では、まあ、この7月のです、ね、タイミングの、まあ、いろんな指標が発表があったとしても、まあ、レンジでの相場を抜けることはまずないだろうということで、まあ、為替のマーケットもそうなんですけれどもやはりです、ね、レンジ相場を予想しているとでこの為替のマーケットはです、ね、マクロを見ていくでものすごく重要な市場なんですよね。なので、で、今後です、ね、マクロを見ていく中で 為替のマーケットのボラティティを見ていくとおそらくそれと仮想通貨のマーケットが、えー、かなりですね、えー、まあ何ていうのかな、えー、と相関が高いようになっていくのかなと思います。まあ、具体的に何を見ればいいかというとドルインデックスをですね見ていただくといいんじゃないかなと思っていて、えー、ドルインデックスが上がっていくとドルが強くなるつまり仮想通貨に対してはあまりいい状況ではないので、えー、ドルインデックスの行方というものを見ていくことで、えー、我々が今リスクを取るべきなのかどうかみたいなところも、まあ、よりヒントとして 得られるんじゃなないいかなと思いますで今ですねこれビットコインのチャートなんですが冷やしのチャートで、まあ、ほんぼレンジの加減にいますが一旦ですね6万ドルとか6万5,000ドルをボーンと抜けていく可能性が今危惧されているので。 ちょっと心配なところではありますよね逆にこの6万ドルから6万5千ドルというところは一気にボーンと伸びてきてもいるので、まあ、このちょうど正反対なチャートのパターンになってもおかしくないなと思いますので、まあ、ここは少し警戒をしておくべきポイントかなと思いますはいでイーサに関しては今現在3500ドル近辺ですが、えー、ビットコインの流れに対して、えー、まあ同じようにドーンと沿ってですね下がっていく可能性は 十分にあるんじゃないかなと思いますが、まあ、インサに関してはどこまで下がるかですが、まあ、3000ドル近辺がですね一つの節目なんじゃないかなというのも言われています。まあ、これも同様にこの上昇が3000ドル近辺で起きていたということもあって、まあ、そこまでの全戻しがですね一、まあ、つ今ターゲットとして見られているかなと思います。でさっき言ったこのドルインデックスですね、まあ、これが上がってくることによってビットコインの 下落圧力がさらに強くなる可能性があり、まあ、ちょっと今金利が上がってきているということもあってこのドルのです、ね、短期的な上昇が見えていますし、まあ、今そこに対して為替だったりとか金利のトレーダーはリスクを取っているので、まあ、しばらくの間はあのちょっと下落起こるかもしれませんが、まあ、そこに耐えられるだけのまあ余力と、まあ、あとはそこで買えるだけのキャッシュのポジションとしっかり持っておくのかもしくは ちょっと下落が本当に起こると思うのであればまあ一旦ちょっとキャッシュ手元にいなければリスク量を減らしておいて下落したタイミングで買いますそういったのもありなんじゃないかなと思います。あとはですね本当に何もやらないというのも全然ありだと思うのでそれは短期で投資をするのか長期で投資をするのかもしくはレバレッジを使うのか使わないのかといろいろあると思うんですけれどもそれぞれの戦略でやっていただければなと思います。はい、あとは ソナナはですねちょっとこの勢いのなさというものが少し顕著になってきていて120ドルとか30ドルぐらいまでまた落ちてもおかしくないような展開になっていますけれどもまあ僕はこの下落に沿って継続的に買っていこうかなと思っています。あとはソナナに関してはリキッドステーキングがですね今出てきたことによってリキッドステーキングのトークンを買うことで大体10%ぐらいはですね連率出るのでまあこのあたりでうまく安く買えれば長期的に保有することで しっかりと資産運用がで,す、ね、できていくんじゃないかなと思いますのであまり大きな下落についてはあの、まあ、怖いかもしれないんですけれども、まあ、この年末から来年にかけてブルーマーケットが来るというふうに思っていれば、まあ、今のこのタイミングでしっかりと買っておいてそしてまあリキッドステーキングやまあいろんなステーキングなどで、まあ、しっかりとです、ね、利回りを稼ぎそして大きく上がったところでまあ売るのかそのまま持っておくのかというのは人それぞれですが、まあ、あの最終的に しっかりといい資産運用としても、まあ、ソロナに関しては、一、まあ、つのアセットクラスとしての地位をです、ね、確立できるんじゃないかなと思っているので、まあ、僕はです、ね、引き続き期待をしていきたいかなと思っていまほ、はいまあ、他にもいろいろとありますが、先日上,昇上場しましたアイオネットに関しては、引き続き5ドルを超えていて、かなりやっぱり底堅い印象がありますね。 この DP の領域に関してはまだまだいろんなプロジェクトが上場をしてくると思いますし注目度も高いと思いますので期待をしてですね待っていないなというところとあとはこの IONET が上場をうまくしっかりといったということでこの領域でバシバシ今後上場ですね狙ったプロジェクトというのも出てくると思います。 はい、ってことで、皆さんいかがでしたでしょうか。もうマーケットをですね。見るのもちょっと嫌なぐらいレンジの相場だったりとか。まあこの金曜日かけて大きな下落はしていましたが、まあ、やはりですね。あの、どこかのタイミングで大きなチャンスがま必ず来ると思います。で、そのチャンスをやはりものにしていくためには、毎日の情報の取得というのはですね。もう必ずやっておかなければいけないことだと思うので、まあ、自分で見なかったとしても。 この YouTube のチャンネルで僕はどういった情報を皆さんに提供しているのかというのを見ていただくことである程度いろんな情報が、ね、ゲットできたりとかともちろんツイッターもそうだと思いますしあとはテレグラムなんかではこの YouTube とはまたちょっと違ったアングルのニュースとかの発信もしているのでぜひです、ね、そちらの方も登録していただけるとより幅広い情報が得られるんじゃないかなと思いますのでご活用いただければと思います。もう今いい人ぐらいになってきていてき 今月にも9000人ぐらいいけると思うんですがどんどん、どどんどんそういったご活用をです、ね、いただいている事例も増えているので引き続きですね僕自身もそちらの方も力を入れてやっていきたいかなと思っています。はいってことで皆さん、今日も動画ご視聴ありがとうございました。ままた次回の動画でお会いしましょうさよなら